はい、つまりありがとうございます。パーソナルブレイクで H38 さんですね。はい、メジャーリーグのパニーニイマクレートコレクション一つで、今日ね発送しますんでお受け取りよろしくお願いします。なるべく今日を出しておかないと、なんかね台風のあれもあるから、よいしょ。はい、思い出してお二人目で思い出してきました。カード6枚入り。上がメモラのようですね。いきます、の。お!タグだ!はい。おー!マノア!トラント!はい。ランドリータグですね。うん。左下のね、タグのところになりますね。これ、ナイキのジャージかな?どうでしょうね。8枚限定ですね。うん。はい。2番。いいピッチャーですからね、マノはね。黒ですね。黒。ブラック。じゃあ、一番下見えちゃうんで、目つぶっててください。いいですよって言いますから。はい。いいですよ。はい、じゃあまずはマノアさん。うん。タグですね。で、2枚目は、レジェンドですね。どなただ?ああ、ホワイティ・フォードさんだ。26年前ぐらいにデコイに書いてもらったんだよな。ね。で、ね。やっぱり、こう、悪いなと思って。慌てて、ルーキーカードとかね。当時はまだ30ドルとかで買えたんですよね。古いやつね。買って。で、4、5枚ね、買って。で、ちゃんとチケット買って、サインしてもらったんですよね。うん、はい、バット。バット。バットなのか。はい。で、こっからサインです。まずは、トランメルの赤。15枚ですから、多分少ない方じゃないかな、と思います。ね、赤で15。レデだ。薄くて、あ、結構次と次厚いっす。はい、どなたでしょう。イマキュレートシグネチャーだからさっきと同じか。これだと思いますね。うん。これのボーンだ。あ、まあいいんじゃないですかね。うん。はい。で、次なんか見えてますけど、かなり、こう、いいパッチが入ってます。おー。おー、なるほど。アリゾナの、あれアリゾナの、これこうだったらね、ヘビの口のとこ口角のとこかなと思ったんですけど、あ、違うなぁと思う。こっち?こう向き?なんかドラクエのラスボスってこういうの言いたいよね。なんだっけはい。マッカーシーさんの10シリ。こちらもブラックです。8の10。場所いいとこですね。で、オンカード。ルーキーです。こうか。下顎のところ、こうなってんのか。ね。口角上がってないんだね。多分。いや、わかんないな。まあ、アリゾナっすもんね。うん。はい。で、一番下は、なんか、めちゃくちゃ熱い。130ポイントと180ポイントを重ねてますね、これ、明らかに。はい。まあ、シューズで、ものによっては、こう、ね、ごつい部分が入ってるのかな、というところです。アキノさんですね。25-11。ちょっとあんまり安定しないですね、アキーノさんね。まあ、ホームラン打てるしね、いい選手なんでしょうけど、安定しないですよね。測れないですよね。ちょっと難しいですよね、っていう。ただ出せば、まあ、打つ時もあるね、っていう。監督さんはちょっと考えような、はい、ところかもしれない。はい、ということで、
黒が2枚ですね。まあ、これがかなり。あとはタグが出たということで。まあ、今切れ感はかなり感じたボックスかなという感じですね。はい。ということで、こちらで今日発送いたします。また、調査してください。一応もう、最後のケース、先ほどアップしました。もしよろしければというところですけど。まあ、動画アップするのが、まあ、1時間半ぐらいかな。ってなっちゃうと、もう、その時に売り切れてたら申し訳ないです。はい、で、まあ、再入荷はちょっと難しいので、あるうちに。ということで。ありがとうございます。